はい、ご覧いただきありがとうございます。ライカリペアサービス店長の松下です。今回ご紹介するのは、こちら細長い中望遠レンズですね。こちらヘクトール 135mm の F4.5 になります。こちらブラックタイプになりますね。古いタイプになります。はい、こちらリアレンズキャップ付属します。はい、まず外観から、まあブラック特有のね、まあちょこちょここの辺はね剥げてはいるんで、まあ、見にくい剥がれではないですね。もっとブラックだとねかなり汚い剥がれをするんですが、まあまあブラックにしては綺麗な方ですね。剥がれも少なくいい感じに剥がれてますね。はい、こんな感じです。外観としては特に問題ないです。大きな傷もへこみもないですね。あとよくこの辺もね縁に当たったりしてるんですが、フードとかも装着できましたし問題ないと思います。はいはい、じゃあまず動作的なものですね。ヘリコイド特に問題ないですね。はい、スムーズですよ。軽くもなくそんなに重くもなくって感じです。はい、はい、あと絞りですが当店で清掃して、あの絞りバネも清掃して特に癒着とかないです。あと絞り感もあのグリス塗ってます。非常にスムーズです。はい、古いもんなんですが光学系はそんなに吹き傷はねやっぱり少しはありますが、中もこの通りかなりクリアで特に問題ないです。特に試写をしましたが特に大きな傷、カビ跡とかもないんで、特にそんなに撮影に影響を及ぼすようなものは特にありませんので問題ないです。はい、実際にあのデジカメに装着してあの試写をしたものがありますので、そちらも撮影例としてご参照ください。はいはい、ヘクトール 135mm F4.5 のご紹介でした。不明な点がありましたら些細なことでも構いませんのでお問い合わせください。ではよろしくお願いいたします。